ットプリ TV 始まるよ。さあ、オレオレやりましょう。こんにちは。はい、今日はボレーボレーのやり方、まあ、アンドちょっとマナーみたいなね、ところまで入ります。はい、ボレーボレーですね。やっぱショートラリーから始まり、はい、ボレーボレー入ります。はい、ボレーボレーちょっと気持ちよくやりたいですね。お互いに気持ちよくというね、ところです。ね、やっぱレッスンの最初のボレーボレーがね、もうリズム悪いと、もうね、ずっとこうね、リズム悪くなっちゃうね、芸にもなりますから、お互い気持ちよくやりましょう。はい。で、大事なポイント。ね、まず2つ大事なポイントです。ね、ここの2つはできてないと、ちょっとね、他の方から嫌がられちゃうかもしれないよね。ちょっとね、今日はちょっとボレボレ、なんとなくやっちゃってるよって方は、ちょっと、ね、おさらいに見てください。ね、まず1つ目は、ボールのスピード。基本的にはアップのボレーボレーは少しゆっくりスピード抑えめでね、相手の打ちやすいスピードで、打っていきましょう。で、少しこう柔らかくあまり強く握るとね弾いちゃいますから、あまりこう強く握りすぎずにやっていきましょう。はい、ポイント2つ目、少しこう山なり。はい、まあね、ボレーもちょっとね、ケースによってはこう真後ろパチンとね打ったりするんですけど、ね、アップのボレーボレーでボールの真後ろを捉えてこうね打ってしまうと、ちょっとまっすぐな軌道になってね、とてもやりづらくなりますから、少し上向きの面でちょっとボールのね、ちょっとこの下側を捉えるようにして、ボールがね少しこう山を描いていくように、ね、やっていくとお互いね気持ちよく打てます。ゆっくり山なり。はい、で3つ目のポイントは、ちょっと上達するためのポイントです。はい、結構ですね、お互いフォアだけになっちゃって、こうやってこうボレーボレーしちゃう方もねいらっしゃるんですけど、まあ、これってね、もうねすでにラケットちょっと引いてますから、できたら構えからこうターンでこうね持っていくようにすると、まあ、ボレーボレーもね結構いい練習にねなっていきますから。はい、ね、スピードゆっくり山なり。まあ、上達するためのポイントとして、打ったら、構えをね、毎回作っていけるように、やっていきましょう。では、それでは、ちょっといい例ね、やっていきます。お願いします。このようにゆっくり山なり、打ったらこの構えを作っていくようにやっていきましょう。で、結構なりやすいのがね、ボール2つ目のボールの軌道です。結構ゆっくりやってるつもりでも、まっすぐな軌道になっちゃうと結構やりづらくなっちゃいます。まあ、長谷川コーチがね、かなりね、うまいんでね、一応続いてますけど、ね、やっぱ一般の方がアイボール受けると結構ね、きつくなっていきますから、ね、少しこう、ね、ゆっくりこう、山なり、もう一度言います。山なりです。このようにですね、正しくボレーボレーをねしてですね、楽しいテニスライフをね送っていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。